1年生の皆さん、こんにちは。水戸市立中央図書館へようこそ。図書館は本がたくさんあるところです。本を楽しんだり眺めたり調べることができます。本は皆さんにいろんなことを教えてくれます。こちらが絵本コーナーです。絵本だけでもだいたい5000冊あります。絵本は本の名前で並んでいるので、名前の最初の文字で探してください。こちらが皆さんが大好きな紙芝居です。ここは靴を脱いで本を読むことができます。お話し会はここでやってますので、聞きに来てくださいね。ここで座って本を読むことができます。水戸ちゃん上手ですね。図書館をみんなで気持ちよく使うために、図書館では静かにしましょう。お話をするときは小さな声で話しましょう。早く本を読みたいけど走らないで、ゆっくり歩きましょうね。みんなで使う本なので大切にしましょう。本は破いたり書き込んだりしないように気をつけましょう。もし破けてしまったら、テープで貼らずに図書館の人に教えてください。専用の道具で修理します。読み終わった本は元の位置に戻しましょう。戻すときは本の向きにも注意してください。水戸ちゃん、とっても静かに過ごせましたね。本の戻し方もとっても上手です。本はいつでもどこでもあなたの友達です。図書館はみんなのことを待ってるよ。